ちょっとイエローイエローイエローだ。いきなり初手からドンズベリじゃん。おもろすぎんだろ今回の。いや、VTR。ヒカルと後ろの試写会へようこそ。いや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 、昨日って言うな、わかんないんだから。うん、昨日だな。毎週なんだから。前回の放送が昨日撮ったんですよ、はい、衣装がね違うでしょ、前回と。そう、半分半分になりまして、うん、これ2人ずつとか、4本ずつ撮ってますんで。そうなんです。ね、4本ずつ撮るとどうなるかっていうと、はい、まあ、12時スタートでだいたい3時半から4時ぐらいに終わるんですよ、はい、で昨日はね、僕はこの収録の前の時間に歯医者に行きました、はい、ああ、そうでしたね。そうでしょ、はい、そして今日はこの収録終わったら美容室に、つまり仕事プラスもう一個何かを入れられるんだね。確かに、まあ、お昼スタートじゃないですか、うんうん、僕ら何かその現場に行くにあたって、うん、手前に何かを入れるってことは基本的にないんですよね。すだから、そうか、場合によっては前も行けるのか。いける、前も後も行ける。後は大体入れるんで、うんうんうん、予定はね。めちゃくちゃこのシステムいいよ。あ、まあ、でも何にも関係ないけどね、皆さんとは。本当申し訳ないけど、あ、でも確かに言われてみれば20年そうですわ。休みの日に美容院行ってます。そうでしょ、はい、それが試写会終わりで行けるのよ、これからは。あ、であるなら、今更なんですけど、うん、業界全体に向けて僕からの提案です、うんうん、ホールでの収録も3時間、うん、そもそも初期の頃って、例えば、まあ、CS のテレビの仕事を、うん、まあ、地上波でもいいですよ、うん、の頃って終日やってたんですよ。多分これガイドの皆さんの流れだと思うんですけど、6時間になった、ね、6時間になった、5時間から6時間になった、いつの頃からがなったんです。それがパッケージになって、そう、他いろんな全業者さんがそれに当てはめて、うん、俺もそれはちょっと疑問に思ってて、はい、3時間のこともあれば10時間のこともあってもいいじゃんって思うんだけど、うん、なぜか6時間でぴったり終わらせようというか、まあ、そういう契約になってるよね。そう、だからその要は最初にじゃあ6時間がいいんじゃないかと言った人の意見に思いっきり傾倒したわけです、まあ、そうですね、現状はね。だからここからさらにその6時間だったものを3時間に、いや、3時間で、うん、まあ、パチスロも厳しいけど、うん、パチンコの場合当たらない番組が異常に増えるよ。たったの3時間、600回転だよ、まあ、700回転ぐらい。あれ、当てられないやつは淘汰されていくでいいじゃないですか。そんな無理よ。じゃあそういうことで、はい、じゃあ今週はここまでですか。こら、ヒカルと後ろの試写会でございます、はい、ということで、はい、やってみましょう、やってみましょう。前回は塾長さんですかね、最後が。いや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 、塾長さんでしょ先生、最後が。何をおっしゃる、マジで言ってますか。マジで言ってます。塾長さんはその前の回に撮った時ですよ。昨日撮ったんだ。ごめん、朝塾長の回見てたのよ。朝つい2時間前に塾長の回見てたのよ俺。ちょっと今一瞬不安になりましたけど大丈夫ですか。そうだ先輩、前回は始まっちゃったと思って。いや違います、違います、ボケ、ボケてないです、はい、前回は、はい、土手ですよ。あ、土手だ、はい、もう呼び捨てにするから、はい、土手の毒にも薬にもならない、そう、そう番組だったわ。そう、そうだそうだ。実は前回ちらっと言ったのが使われてるか分かりませんが、うん、ちょっとトラブルがあって、はい、おそらく今回か次回のゲストを僕は知っちゃったんですよね。そう、あのフリップにぶつかって落ちたのがその人の、はい、その人の名前が偶然パラって見ちゃったっていうね、うん、はい、いうことなんで、おそらくその人なのかもしれない。ヒントはなんかその、サングラスをかけて、そう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 、でウッシーとは多分接点はないです。で僕も共演したことがないし、おそらくこの15年20年でホールで挨拶をしたのが15秒ぐらい1回だけあるはず。それこそ新人とかでもなければ、うん、一通り絡んでます。まあ大体行ったんじゃないかなと、1回とかはね、うんうん、さあ果たして誰なんでしょうかね、はい、気になるでしょ、はい、というわけで早速見てまいりましょう、はい、VTR スタートです。
おはようございます。パチンコライターのバイク修二郎です。はい、はい、おはようもバイク修二郎さんでした。うわ、ないでしょ。はい、僕もほぼないです。まあガイドの特にそのパチンコの方の方だと、うんうん、まあベテランさんじゃないですか。ベテランさんですよね。かろうじて接点があるというかあったのがゼットン大木さん、うん、あ、ゼットン大木さん、はいはいはい、どんじゃ出てます。例えばじゃあ安田さんであるとか、安田プロ、ほら三本の矢とかやって、モデル小野さん、あ、モデル小野さんとかね、田山さんとか、ね、あと小池さんとか、そう田山さん系列のね、あのね、もう見てる人たちからしたらまあ同じように映るかもしれないですね、うん、同じような職種にするかもしれないですけど、うん、ガイドのパチンコ系の特に古くからやられてる方ってもう僕らともう全く違うんですよ。職種がもう違うんですよ。でこの方たちって本当のプロフェッショナルじゃないですか。そうですね、プロですね。そうそう、だからちゃんとそのパチンコを打って、うん、その出た球を生業にするというような、うん、っていうのがメインの人が多い、ね、多いですよね、うん、そうそうそう、特にガイド系の人だから、いわゆるだから市場プロって言った方がいいんですかね、うんうん、そう、あのね、ライターっていうよりね、市場プロって、うん、バイク修二郎さんもおそらくそっち系の方だと思うんだよね、僕はっていう認識ですね、うんうんうん、最近はやっぱだから映像のお仕事とかもやられてるってことなんでしょうけど、やっぱそっちのイメージが強いというか。そうですよね。ですよね。だからどんな感じの実践内容になるか全然わかんなくて、これ、うん、もうあの見方を映画じゃなくてドキュメンタリーを見る目線で見なきゃダメかもしれないです。なるほどね、ええ、そういうことね。今までのポンコツのね、あのうだつの上がらないなんかタレントライターなんだかなんだかちょっと半端なね、いわゆる三流、はい、2.5 流ぐらいの人がいっぱい出ました、この番組、うん、そうじゃないよと、とうとう本物が来たかも。ああ、はいはいはい、はい、だからドキュメンタリー番組であり、あるいは僕と沖さんがとかもカンブリア宮殿を、あ、そっちね、回す方のね、なるほどね、ええ、はいはいはい、わかりました。目線で見た方がいいですね。じゃあ見ていきましょう。はい、おはようございます。パチンコライターのバイク修二郎です。番組呼んでいただいてありがとうございます。沖さんはね、前にサイトセブンの番組で、ご一緒させていただいたことがありますけども、あるじゃないですか、一回あった。牛尾さんは初めましてです。よろしくお願いします。ちょっと緊張しております、おっさん。今日はもうこの番組何度か見させてもらいましたけど、セルフプロデュースじゃないですか、要は自分で喋ってるやつ、これ俺大丈夫かなって、ヤバイクかなと思ってます。あ、ちなみにヤバイクってのはヤバイクとバイクをかけてヤバイクです。はい、覚えておいてください。おはようも、はいはいはい、ちょっとイエローイエロー出そう。ちょ一応カード用意しとこう。おお、マイクふざけんなよ。おい、イエローイエローと、バイク修二郎さん1枚イエロー、はい、出しておきましょう。開口一番ヤバイクはねえだろ。ヤバイクなんだ。おいおいおい、許さねえぞそんなの。いきなり初手からドンズベリじゃん。どうしてくれんだこれ、ね、パチンコうめえかもしんないけどでも考えてくれてんすよ。そうそう、ね、ありがたいですね。完全にこうオープニングの仕込みが土手さんの流れであるね、うん、あのセルフのレビューといい、土手さんのはやばい、オープニングだけ100点でしたからね。そう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 、できたら出したいんで、出しつつ軽快なトークを繰り広げられるよう頑張って、収録に挑みます。よろしくお願いします。最後もう一回バイク絡めたかったんだろうな、あの感じはな。めちゃくちゃ緊張してますね。やっぱそのガチンコ系の多分収録が多分多いでしょうから、はい、実戦スタートなんですけども、50エバーで勝負したいと思います。で、2日で17万負けたね、えリベンジなんですけど、普段ね、私財布の中大体15万以上入れてます、うん、だって10万負けますから50エバーね、今日も15万以上は入ってます、うん、もうね、毎日毎日ほとんど朝から晩までパチンコ打ってるんで、うん、お金の動きが大きいですね、うん、ちなみに50エヴァは、まあ、10万負けも結構あるんですけど、エヴァンゲリオン明日の方向はそんなに10万負けの頻度は多くないです。なんでかっていうと、こっちの50エヴァは神奈川の場合通常回転数朝からだいたい9時から10時まで打つんですけど、朝9時から22時までね、そうすると2800回ぐらい回せるんですよ通常回転数。対してエヴァンゲリオンは1000
通常回転数が総回転数がだいたい2400回ぐらい、400回ぐらい少ないんですよね。その分大負けのリスクが減りますけど、逆に大勝ちのリスクも、大勝ちも減ります、うん、要はちょっとマイルドなんですよね、ミドルの中でも、エヴァンゲリオンはためになる。そこの部分も人気の、ね、秘密かなとも思います。やっぱ早い騎士はね、出るのも早いけど出ない時の現金の吸い込みも早いんですよね。でこの、ゴジエバはいつも先方向告知カスタムはやってます。一緒、そこは一緒。これはね、先方向、へそ入った瞬間にゴジラが吠えると4回に1回ぐらいは当たると、うん、もう基本それがないと基本的には当たんないです。私のね、パチンコ人生的なものをざっくり言わせてもらいますね。パチンコはね、幼稚園の時から、あ、間違えた、盛りました今、幼稚園じゃなかった、小学校の4年か5年かちょっとね覚えてないですけど、親父がポールさんから信頼感に手打ちの台をね買ってきまして、150円か200円かで買ったとは言ったのを覚えてます、なんとなく。でそれを私のなんかの時のプレゼントにくれたんですよ。お前これで遊べやって。もうろくでもない親父ですけど、パチンコ台を子供に与えるなんて。ただそれのおかげで今がありますね。で小学校の時は部屋で手打ちの台を遊んでて、その頃駄菓子屋さんにパチンコ台がいっぱいあったんですよ。で穴に入ったら景品がもらえる台がいっぱいあって、家でやってるもんだから結構うまくて景品をいっぱいもらってたんですね。それがもう染みついちゃって今ですね。ただやり始め、自分でお金を稼いでやり始めた時はずっと負け組でした。だいたい30歳まで負けてました。12年か、トータル負け額多分500万以上超えてます。もう給料、働いてた給料もらったら全部パチンコに突っ込んで食うもの困って白飯だけ食いながら給料日までパチンコも我慢して、給料日過ぎたらまたパチンコ行ってまた負けて繰り返しですね。それでね、その繰り返しやってるうちにこのままで俺の人生はいいのかなと思いまして、いろいろ考えた末、パチプロになれば好きなパチンコを朝から晩まで打ててお金も稼げるんじゃないかと思って、で世の中にそのパチプロっていう人がいるっていう情報は雑誌から見てましたね。それ読んでたのがパチンコ必勝ガイド、私が今執筆させてもらってる雑誌ですけど、そこで先輩ライターのパチプロライターの人の記事を読んで、そこから実機を買って家で実機も買いました。独学で勉強して、で2000年の時にね、派遣社員やってたんですけど、3月の31日、その年度末で辞めまして、4月1日からパチプロになりました。誰も入社式ないんですけどね、これまあ先方向ないんでほぼほぼ当たんない SP ですけど、たまに先方向なくてもたまに当たる。カメラマンさんが寄らなくていいよっていうことをさりげなく言ってくれてんのね。このちなみにこのゴジエバーは映画でやってたらしくて、俺知らなかったですけど映画で公開されてるらしいですよ。でね、パチンコ台を買って2000年からパチプロになって、今2023年、23年間年間収支は全部プラスです。1年目はもう大変でした。誰も師匠的な人がいないから必死になってやりました。1年目の収支が200万だったんですけど、今思えばもっと稼げた、今の技術知識があれば1000万は行きました。あの時3年目で700万ぐらい買ったんですよね。でそこで話題になって、で先輩ライター、秘書ガイドの先輩ライターとホールで知り合いまして、そこでガイドで執筆してもない見ないかって言われて秘書ガイドで書き出して、で書き出したからにはパチンコ専門で必死になってやんなきゃいかんと思って、翌年に
まあそれまでスロットもやってたんですよ実は。でもスロットもそこでやめまして、2003年かやめてパチンコ一本に絞って稼働して、2003、4年かな。でまあ当時小さい小冊子で最初連載もらったんですけど、担当の方に君の連載全然人気ないから海やるんだよねって、海の連載ちょっと海に特化した記事書いてくんないって言われて、もう全然クソつまんないからみたいな言われて、もうあっという間来たよこんな野郎と思って、で2004年か1月から12月まで自分で海縛りを課したんですよ。それ編集者にも言われてないけど、俺的にはもう海しか打たねえぞって、日本で一番海打ってやるって意気込みで1月1日を迎えて、12月31日終わった時点で3200時間海打ちまして、そしたら収支が920万かな、になってて、それでそこでちょっとこう仕事が増えたんですよね。すげえ。あん時は、おはようもん、年間920万海だけで。俺去年パチンコと船券で1500万負けてますけどそれは比率はどうなの？8対2ぐらいかな、9対10ボートが9だよね。そうだよね。ただ、うん、あのパチンコローは去年より比較的まあ収まった方かなと、うん、100万円ぐらいの、はい、うんうんうん、ボートはそんな負けるんだ。ただボートは5000入れてますから。5000万入れるの？え、はい、の年間で。去年は全部合わせて情報で買ったのとテレボート合わせて購入金額だけでいったら5000ちょいでしたね。それで3500万ぐらい戻ってくる。はい。どう思います皆さん。ちょうどでも理論値通りぐらいかな。理論値よりちょっと少ないぐらい。75%。ね、厳密に1400ぐらいなんですよマイナスが。うんうん。そうそうそう。だから平気なのそれ。え？いや頭は。だって5000万も使って、うん、もう、ね、理論値ぐらいだから。文句あったらやんないっすよね。え、ってことはさ、1億使ったら、はい、3000万近く負けるよね、はい、2500万負ける。1億使ったら2500万負ける計算、はいはいはい、もうやらない方がいいんじゃない？え、じゃあ奥さん、うん、あのお言葉を返すんですけど、はい、まあ何でもいいですわ、うん、形にならない思い出にしかならないレジャーっていっぱいあると思う、うん、まあ旅行とかね、旅行とかね、うんで、うん、損したと思います？いや、そうは思わないね。昔はそう思ってたけど、はい、今はもう全く思わない。僕ももう完全に趣味だから、で年間そのぐらい負けたって言いますけど、例えばじゃあ車が趣味の人、車は確かに物形残るけど、まあ1500万とか2000万するよね。そう、あとまじでキャバクラが趣味の人とかって考えたら、別にそのおかしな減らし方はしてないのかなと思うんですよね。負ける前提でやってんの？じゃあ違うでしょ。いや、もう勝てたらいいのはありますよ、うん、ただ 75% のものは 75% だから、抗って 80% とか 90% になったらいいのはあるけど、プラスになるとかならないとかっていう次元の話ではないですよね。ぶっ飛んでんな。え、なんでその業界。いや恐ろしいね。でも 25% でもこれ面白いもんで、うん、ぐらいやっていくとおおむねそのぐらいの数字になる。なる。やっぱ多分これパチンコとかと近いのかなと思うんですけど。何ヘラヘラしゃべる。めちゃくちゃ負けてる人が何ヘラヘラしゃべる。ってことはよ、はい、やっぱパチンコパチスロって、うん、むちゃくちゃ健全な。それが痛かった。それが痛かった。遊びなんだね。めちゃくちゃ負けて1日20万とかじゃん。うん、めちゃくちゃ負けて。1レースだからもう、でもっと言うと、最初の第3マークのカーブ回ったところでもう決着出る、ついたこともありますから、7秒ぐらいですよ。そうだよね。はい、だマックス死ぬほど負けて20万ってやっぱギャンブルじゃないよ、はい、じゃないじゃない、これはね、これはね、そう思います。そう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 、はい、まああの時は新海物語っていう題なんですけど、1年間同じ騎士を打ち倒したから正直しんどかった。ただやっていくうちに収支がどん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 上がっていくから、それは面白かったですね。でそこでその1年で確率の収束していく向かうってのを、まあ、肌感で分かって、そっから、いろんな騎士打ちましたけども、そこでねなんか燃え尽き症候群になっちゃって、でそれで、まあ、次にやったのが2005年から
日本一周旅打ち、うん、それをやりました。やってましたね。奈良見誠さんっていうね、バチスロ必勝ガイドの先輩ライターがスロットで日本一周したのは有名ですけど、パチンコでやった人がいなくて、一応パチンコライターでは自分が最初なんですよ。で2005年から2007年まで車中泊しながら、雑誌からも旅費は出ないです、自分の自費です。軽自動車のバムスっていう車を後ろの荷室を外して、ね、でそこにベッドを作って、で2年間車の中で寝泊まりしながら北海道から沖縄までのホール回りまして、47都道府県で全部の県で勝ったんですよ。でその時も800万ちょっと勝って、まあ、完全制覇、日本全国自分の中で完全制覇して、また燃え尽き症候群になりました。最後ね、沖縄の石垣島にフェリーで、鹿児島からね、車フェリーに車積んで自分も乗って石垣島行って、沖縄経由でね3ヶ月ぐらい石垣島いたかな。沖縄でダイビングの資格も取ったの。リアル海のリアル魚群も見ました。あ、それやったら2年間も日本で遊びほうけてたもんだから、帰ったらつまんないつまんない、家帰ったら1ヶ月ぐらいね、家で船橋住んでたんですけど、船橋の部屋でもう引きこもってましたよ1ヶ月間。そっからまたこう元気出てきたのはこれですね。これですね。今のお嫁さんと結婚、付き合いだして結婚して、また頑張んなきゃってなって子供も生まれて、そうなんですね。今ですね、あのパチプロってのは孤独な作業の繰り返しで、ライターになったからこそ、その年間収支なんぼなんぼとか言っても言える場もありますし、あと勝ち方とかも教えれる土壌もあるから、やっぱ人に何かを伝えられるってのは嬉しいんですよね、パチンコを通じてね。で今の嫁さんはちなみに、稼いでくれば悪いこと、法律破ってないで稼いでくればまあいいんじゃないかみたいな、男みたいな寛容な嫁さんなんで、そこはね、稼働で朝から晩まで稼働して帰ってこなくても、例えば遠征行っても何も言わないですね。逆に家でゴロゴロしてたら、うちに行かないのって、家にだって金なんないでしょっていうから、そこはうまくいってますね。子供生まれる前まではよく一緒に行ってました、嫁さんとも、うん、緊張するとか言いつつも結構おしゃべりなんで結構話しちゃうかもしれないな。やっぱ普段ね口聞かないから、稼働でやってると、うん、こうやってしゃべる機会があると楽しいんですよね。でパチプロの話しますと、私、まあ、ピンプロという、パチプロには2種類いますね、ピンプロと軍団系、両方知り合います。軍団系もまあ昔はすごい嫌だったんですけど、今でもライバルではあるんだけど、まあやっぱり、話したりはしますね。パチンコ好きの軍団の子たちいるんでね、そういう子たちとは話できますね。で軍団系のプロっていうのの走りは、関東でいうと昔5グループぐらいあったんですよ、うん、そのグループの中の一つに大崎一万馬と広志ヤングさんも所属してたのね。その5グループぐらいも全部俺知ってますし、うん、その回転プログループってのが廃れた後に勢力を伸ばしたのが内子系の軍団系組織、その内子系軍団系組織のまあ有名なのはエクセルっていうね、森谷会長っていう軍団なんですけど、森谷会長のエクセルっていう軍団がまだね十数人の時に私ホールで被りまして、俺軍団嫌いだから嫌だったのぶっちゃけ。でもその森谷君ってのは、まあ知ってる人もいらっしゃると思いますけど、結構メディア出てるんでね、パチンコ好きだからよく話したので、一緒にやりましょうよバイクさんって軍団でってよく言われたの。いや俺いいよって、俺軍団とか何より団体行動が俺苦手なんですよ。パチンコ好きに多いと思いますけど、もう団体行動が大嫌いなんです、ね、お先方向赤、あこれ80番ぐらい、これ先方向は白と赤があって、うん、赤は熱いよ。これは
はめた甲斐があったかもしれない。2日前17万負けた甲斐があったかもしれない。これは当たるんじゃないかな。まずね、どこに行くかなんですけど、リーチがね、このリーチの場合だいたい先方向になってから当たりか外れるまでが2分50秒なんですよ。だいたいプロ系は先方向告知になったら2分50秒間あるから、ここでトイレ行ったりするんですね、通常回転数稼ぐ人は。これ冷凍弾道ミサイル、これね、冷凍弾道ミサイルって行かないと、いやでも当たりは当たりません。カットインが入らないときつい。テロップも赤のままだから、これ厳しい。先方向赤でもこれは弱い。当てるより難しいけど、ワンチャンあるかもしれない。外れるか。おお、いやー、これリーチが良くなかった。これはまずいな。いや、バイクさんが言うことは当たるよ、それ。あれ、騒ぎすぎました、失礼いたしました。先方向赤はこれ打ったことある方多いと思いますけど、熱いよね。もう見たことない。だんまり帰ってあります。ショックのね、おじさんショックのだんまり。だいたいこれ熱いの外した後しばらくちょっとテンションがガーン落ちますから、心拍数がガタンと落ちますから。だったっけ、40と60だった気がするんだけどな。2万円パチンコね、パチンコで言うと2万円勝てれば1日12時間打って優秀大って言われてます。で、私はまあ神奈川よく行くってのもあって2万円はクリアしてるんだけど、昔はそれがね3万以下なんて打たないっていう時代だったんですよ。で、私が海1年間打った時も900万行きましたけど、あの時もスキップ機ってのが全盛期で1日通常回転数6000とか7000回せたんですよ。でも演出中にここにスキップセンサーがあって、スキップを押すと演出がカットされるっていう台があったのね。それを押すともうへそ入るたんびにこれやるから7000ぐらい回せる、どんどん回せる。でへそ入ったやつが大当たりのフラグ引いてたら、押した瞬間7がバーンって揃うんです。そんな夢のような台があった時代があって、それが1年2年ぐらいあったかな。まあそういうね、今ではありえないぐらいの期待値の台はたくさんありました。3倍ぐらい出せるってことですよね。そう、今まだ確率分母回してませんけど、143回だけど 319.7 分の1です、今のミドル期は。だいたいね、で最高ハマり、一昨年かな、更新しました。なんと4338回転、俺以上ハマった人聞いたことない。多分日本一に近いと思うよ。 13.5 倍クハマリです、これそれはね、1日だけじゃなくて3日間にわたって。トータルです、3枚全部 319.7 分の1で、これ使い倒しんだろうな、バイク。機種は初日がマクロス4で、次の日が銀パラの無限カーニバル、トータルだよね。その次の日が何日かだよね、天才バカボン神、今1日は回す。これ3日間で4338回、トータル当たんなかったんですよ。参ったなと思って。でちなみに今年仕事も含めてパチンコのハンドル握ってないのが13日かな、2週間切ってます。あと全部打ってます。今年はとにかくね、最近怠けてたんで稼働をね、もう一回原点に帰ってめちゃめちゃ打ってやろうって、この厳しい時代どんだけ稼げるかやってやろうって意気込みでやってます。でも喋ってるうちにもうすぐ1万円ですけど、めちゃめちゃ優秀台です。いいこれ、ご自衛にしたら平常営業でめちゃくちゃ優秀台です。いい、普通に俺打ちます。このお店さんオープンの時も来たことあるんですけど、収録でも何回か使わせてもらってますけど、やっぱ有料店でもあるんですね、で村の原因としてはね、あとはね、今はパーソナルです。この台もパーソナルですね。昔はドル箱積みだったじゃないですか。今でもドル箱積みの店が多いよね。あ、多いというか一部あるよね。そういう店は手で玉触るでしょ、こうやって、手で玉触るとこの手の油だったり、あとは表面の研磨剤のムラが出て、
球の表面の抵抗が変わってくるんですね。でそれを今実験しますね。今手で触った球と触ってない球の飛びムラ、目で見て分かるぐらい変わるんで、それを今やってみます。マジ、今ねずっとこの B のバイクの B の真ん中ぐらいをね、はい、ずっと今危ないよ打ってますね。これをね、この球なくなったら、このわざと手で握りした球を打ちます。これがね、いきますよ、もう来るよ、いきますよ、よいしょ、もうそろそろかな。ほらほら、強くなったり弱くなったり、ほら強くなった、ほら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 、本当だ、ほらほら、ほら強くなったでしょ、ほらこんなとこ行っちゃった、こんなとこ行っちゃった。これがまた俺に触ってない、ここでストローク変えてませんよ。弾変わった弾を流すと、もうストロークずっとずっと変えてませんよ。安定してくるから、もうちょまだまだこの辺、ここからもほら変わった弾、ほら安定したでしょ。マジか、やばい、この人わかりましたね。これ皆さんも体験できますかね、やってみてください。本物は、まあ裏でね、どてんと、あなたがどてんと、この球は裏回ってクリーニングされて帰ってくるから、どてどてなんですけど、これはね、どて禁止、手の油とあと温度もあると思うので、そこは定かじゃないけど、実験したことないんで、俺信じらんないんだけど、おもろすぎんだろ今回の VTR。 いやは、俺ちょっと本気でかっこいい位置かもしれないです。おお、やばいよバイクさん、やばいクだ、やばいクだ、そうだ、やばいクだよ修二郎さん。あんな実験さ、なんとなく感覚的に温度が違ったり油っていうのは分かるよ、言わんとしてることは、でもまさかなって、その程度じゃって思ったら本当にそうなんだね。ほらプロじゃないですか、でほら今とかでもそういうのをやってみようってやる若者とかもいるじゃないですか、まあ、基本的に、まあ、別に止めもしないし進めもしないんですけど、僕たちってほら場合によっては同じ店にずっと行くでしょ、何ヶ月も、毎月何日はみたいなのでずっと行き続けてる店があって、で過去そういう人いたんですよ、いっぱい、なんだけどみんないなくなってから、ジグマというかね、そう、そうだから心の中ではやめといた方がいいよって、はいはい、これ、ね、言葉では言わないけど、のになって思うんですけど、で続けられてるじゃないですか、で俺ただ続けるのもそのお金のためだけだったら働いた方がいいと思うんですよね。いいね、なんだけどバイク修理さん最初に大好きなパチンコを一日中打ってられる、打つためにパチプロに、これに勝る動機ってないなと思うんですよね。おっしゃる通り、おっしゃる通りです、本当そうです。楽しいって言われたら、じゃあしょうがないってやっぱ思うんですよね、じゃあやってくださいってなるよね、なるけど、お金のためだったらぶっちゃけパチンコパチスロなんか打ってるよりよっぽど儲かる仕事いっぱいありますから、 そっちの労力をさ、仕事に向けようよ、そうだから楽しんで、しかもほら例えば旅に行っちゃうとか、これも完全にエンジョイしてバカンスじゃないですか。そうですね、だからそういう向き合い方で、まあ今の年までやっけれてできてるっていうのはもう本当に素晴らしい、これは、ね、賞賛ですよ、賞賛、これ、賞賛、賞賛、いや面白かった ね、めちゃくちゃ面白かったです、ね、ただこれ以上の話ってもうないんじゃね後半こうだだ下がる可能性あるんで、ちょっとそこは厳しい、土手パターン、また土手パターンあるんでね、あの出落ちじゃないけどピークから下がる、土手なんか最初の2分半で終わってますからね、土手っていうな土手って呼ぶなよもう二度と、土手チンのこと、あと論風なあれこと最初の3秒か4秒だからねこの番組の悪いとこは、エブさん、論風さん、土手さん、あと閉店くんとか、いじりやすい人をずっと何ヶ月も引っ張る癖があるから、土手さん注意してください。しばらく出ると思います。あなたの名前が。はい、いやまあちょっと出落ちが多いからですね。
まあ、バイク修造さんに関しては1分まるっと楽しませて、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。いただきました。ただこれちょっとだから前半が良すぎた、良すぎたパターンがあるんで、後半ちょっとちょっとハードルがね、そうそう上がっちゃってるから高くなりますよということで、はい、そういったことを踏まえて後半もご期待いただきたいと思います、はい、というわけで今週はここまで、また次週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。